高速壁氏は、日本の氏族。土佐国の豪族であり、土佐七尾の一つ。海、源氏の子孫と伝えられ、室町時代初期から勢力を伸ばすが、戦国時代末期に、長速壁元地下の弟や、大を養子として迎え、以降は、長速壁氏の一族となった。本居の甲州城跡母大寺の宝京寺籍1193年、一条。 忠頼より家臣の中原生中原昭香が、土佐国上群衆割れ、新縁郷の自動職となり、主君、忠頼よりの暗殺後にその子、秋通を養子としたのに始まる。秋通が、高祖壁氏を称して、初代となった。なお、養父の秋家は、土佐山田城に移り山田氏の祖となっている。秋、通の後は、相通、成道、朝通、重道と直系で相続された。 14世紀の重道の次男、秀頼は、足利高氏の命で、長祖壁新郎と共に、ケラ省の平定を行ったり、1362年に、高祖壁の一族が、物ノノ省を得たりと勢力を拡張している。15世紀の王人の乱では上落し、土佐国守護の細川氏率いる東軍に加わっている。秀頼の後時、衆、衆の、通り衆と続いたが、 その後は、戦国時代の親衆まで、系譜の混乱がある。通り町の子という親衆は、東隣の秋軍による秋氏と交想しながら、土佐で勢力を広げるが、大英六年に、秋氏の攻撃で着難の秀吉を失った。また西の長岡軍で、長祖壁国地下が勢力を拡大し、高祖壁氏は、東西から圧迫されるようになった。このため親は、 国地下の三男、親、大を養子に迎えて、長我壁氏の影響下に入った。ただし、親衆の実定で養子だった秀道がこれに反対したため、親衆によって殺害されている。一方、高祖壁領の北側、上郡中北部を、勢力下としていた山田氏は、長我壁国地下に滅ぼされた。親大は、国地下の後を継いだ元親の下で、 長祖壁じめ門として、土佐、四国の統一戦に参加し活躍した。文禄の役の最中に、親隊は、長戸国で死去し、次男の佐田地下が継いだ。関ヶ原の戦いの際に、長祖壁氏が開役されると、佐田地下は、土佐を去って桜藩主の堀田氏に仕えたが、貞田が死去したその年に、桜藩は解役されたため、貞田の養子、しげは、 新類のいが氏もとなり、柴田町医兄弟が仕えていた仙台藩に仕官し、宮城郡南小泉で二千国を治療した。仙台の高祖壁氏は、一族の記録を現代に伝えている。一方、養子問題で殺害された、秀道の子、大吉が、中山田氏を称して、親、大、さだちに仕えている。なお中山田氏は、 高速壁氏の移動に同行せず、土佐に残り、土佐藩では、中山氏を名乗ったが、長速壁系高速壁氏から、再度養子を迎え高速壁分家を起こしたり、また、武田氏北氏を名乗った一族もあった。明治時代に活躍した、武田秀夫、武田集団は、高速壁氏の出身である。ありがとうございます。